今回は、スペシャルジャンボカードパック、名探偵ピカチュウ、ミュウツー GX バージョンを開封していきます。A は名探偵ピカチュウの公開を記念して、発売されたセットで、ここでしか手に入らない名探偵ピカチュウのプロモカード、ミュウツー GX のジャンボカード、ムービースペシャルパック、名探偵ピカチュウが3パック、強化拡張パック、スカイレジェンドが3パック。これらが、セットになったお得なセットです。映画公開の間近に迫りました。楽しみです。まずは中身を見てみましょう。ジャンボカードの裏もいつものポケカです。これがこのセットでしか手に入らない名探偵ピカチュウのプロモカードです。名探偵ピカチュウはコーヒーが好きなのでコーヒーブレイクの技がありますね。そして名探偵ピカチュウのムービースペシャルパックが3パック、同時に発売された強化拡張パック、スカイレジェンドが3パック。最後はこのでかいポケカ、ミュウツー GX ジャンボカードです。想像してたよりかなりでかかったです。それではまずは名探偵ピカチュウのパックを開封していきます。不思議だね。これは前回の動画でムービースペシャルパックを開封したときに出ました。人影です。これはまだ出てないです。コダック、これはダブリ。月光画です。この月光画も前回出ました。ブルー、これも前回出てます。このコダックももう持ってます。バリアード来ました。特技パントマイムとジャグリング。お、来ましたピカチュウ。これが欲しかったんですよ。前回の開封では吉田警部補が出たんですけど、ピカチュウが出なかったんで嬉しいです。技は名推理です。次行きましょう。プリンです。これはまだ出てない。眠っちゃう。そして落書きされちゃう。カイリキーです。前回2枚も出ました。不思議だねです。これも前回出ました。最後はルンパッパです。相変わらず陽気な感じ。テーブルサービスが技、殴って引っ込む。それでは開封結果へ向かいます。では次はスカイレジェンドも開封していきましょう。今回はこんな感じです。では開封していきます。ベベノム、甘かじ、ドンメル、レア来ました。ユクシーです。ファイアロー、一袋目終了。次行きましょう。ちょっとまたベレノム、
おい、さっきと同じ流れ。全部同じとかないよな。よかった。ほうほう。お、武蔵が。アーボックです。グッズ、飛行ネット。二袋目終了。さあ、ラストです。やるのずく。カリキリ。日の矢駒。あれ、開きました。磁場コイルです。最後はグッズノーマル Z でした。これにて開封すべて終了です。それでは開封結果へ向かいます。